で今日はこちらのアグリ久保川の道の駅に来ました。Yeah, you have to check the temperature. Ah, 32. Ah, you're 32.7. How much is it? I know. I love this. Yours. ステーマからこちらのアグリクモカーのサービスエリアにあるレストランフードに行きたいと思います。高知の有名な海藻のたたきとかあります。起きたね。チーノくんが起きました。あとね、ケイちゃんお子様ランチ来たね。お子様ランチがシーノが来ました。ダディがこちらのアグリ久保川の道の駅で一番有名なシューマイとこちらの肉まんを頼みました。It looks good. Yeah, it's really good. Yeah. で私はこちらの四万都市で育てられている四万都ポークを使った米豚のうどんを頼みました。で高知の、 あの生姜とか有名なカツオとかが売ってます。でさっきベストに食べた豚まんが購入してます。ケイちゃんご機嫌だね。こいのぼりがめっちゃくちゃいます。何匹おる？すごい。ヒエゴ見て見て、ヒエゴ見て見て、ゆーちゃん、ゆーちゃん見て見て、すごい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 。ユーゴ見てないかね。ユーゴ足ストレッチしゆ。で今今日宿泊するホテルベルリーフ大月というところに着きました。で今からホテルにチェックインしたいと思います。ゆーちゃん、元気ですか？朝香です。でも知られてる方もいるかもしれないですが、私たち家族は今日本に帰国をしています。で4月の20日にイギリスを飛び立ってから27時間かけて日本の私の実家高知県に着きました。でそちらの旅ブログは前回アップさせてもらったんですけど、今日はその翌日でまだちょっと時差ボケもあるんですけど、明後日ぐらいから高知は雨が続くようなので、両親が先にもう計画を立ててくれて、今日は高知県の大月町というところに来ています。で今ちょうどホテルベルリーフ大月というところにチェックインをしました。ですっごい眺めもいいホテルで、今から6時から夕食に行ってくつろぎたいと思います。それは？あ、ありがとうございます。Oh, it's amazing! すごい。部屋がこんな感じになってます。しゅーちゃん、しゅーちゃん2階行くの？広いね。
でまずここが入ってすぐの1階で、あのツインベッドになってるんですけど、あの両方ともダブルサイズということです。でここにテレビがあって、こっちにドレッシングテーブルがあって、ここにテーブルとソファーが、かわいいこんなソファーがあって、この景色見てください、すごい。お外を出るとすっごいオーシャンビューに立ってます。すごい。 Did you hear that bird? Yeah, I know, I was listening to birds. Look at that view, it's insane. マイナスイオンがすごいです。でヒューゴくんがこちらの階段にすごいハマってます。でもこの階段にすごい大きなギャップが空いているので、そこから体が落ちそうでちょっと怖いです。でここが2階です。で2階にはエキストラベッドがあります。でここを、ここの1階を上から見たらこんな感じになってます。 It's amazing view, isn't it? So cool. Yeah.I've never stayed in a hotel like this. Nah, this is amazing. ひーちゃん、着いた？着いた？ I can't believe the view. It's just insane. Yeah. で、こちらが部屋の中についているお風呂と洗面器になってます。着きました。で、Hello. で、この横がおトイレになってます。あー、ひーちゃん、気持ちいいね。ヒューゴくんはちょっと時差ボケで、もうすでに今夕方の6時くらいになりそうなんですけど、もうすごい疲れてしまってます。疲れたね、ヒューゴ。ねえ、おねんねしたいね。ねえ、でベッドから見える景色が最高で、今ダディがあっちでくろいでます。あら、ゆーちゃん、あら、ひーちゃん、ひーちゃんどうしたの？ひーちゃん急に嬉しくなったね。ひーちゃん嬉しくなったね、急に。見して、ひーちゃん急に嬉しくなった。で、明日は実は私とエドは人生で初めてのダイビングをしに、こちらの大月町の近くの柏島というところに行きます。で、本当にもうエメラルドグリーンのすっごい綺麗な海なので、皆さんに景色とかダイビングしている様子とかをできるだけシェアできればなと思っています。で、撮影がどこまでちょっとできるかわからないんですけど、もし撮影できそうだったら皆さんにシェアさせていただきたいと思います。で、今週末はいろいろイベントが盛りだくさんなので、こちらで旅ビログをまとめて皆さんとシェアさせていただきたいと思います。それでは今から夕食に行ってきます。乾杯。ありがとうございます。じゃあ、お水分気をつけてね。私はここに住んでいます。ありがとうございます。おしゃぶり、天ぷらもまたすぐお持ちしますので。天ぷらも来るんですか？天ぷらも、はい、ございます。で、こちらが今日の夕食です。で、カツオのお刺身と貝のお刺身で、茶碗蒸しとお味噌汁になってます。は、親子丼にしました。こんにちは。あ、一番星見つけ、あ、当たってる。あ、ラスター、あ、スターじゃみんな。これからもっと出るからね。もえもえかな。で、ヒューゴくんは今日はリゾートに来てるので、こちらのハワイアンチックなリゾートっぽいパジャマを着ました。で、とっても疲れているのでもうお休みをします。ひーちゃん、おやすみね。今日も楽しかったね。
で、翌日です。で、今から朝食を食べに行ってきます。で、昨日、ヒューゴくんが夜中に起きて、12時半ぐらいに起きて、全然そこから寝なかったので、かなり寝不足なんですけど、今起きて7時で朝食に行ってきます。すごい。So Japanese. I know, I know. で、今日の朝食です。ヒューゴ昨日寝てないから。ヒーちゃん怒ってる。ヒーちゃん怒ってる。ヒーちゃん怒ってる。これが今朝のお部屋からの眺めです。で、今ホテルで朝食を食べて、今からチェックアウトするんですけど、これがホテルの私たちが見ていたビューです。とっても素敵なホテルでした。で、それでは今から私とエドはダイビングに柏島に行ってきたいと思います。One step forward and another back. I will never try to fool ya. Getting ready. で、今ダイビングするためのウェットスーツを着ました。あ、いつや。あ、いや、それでは今から行ってきます。で、今から柏島のダイビングスポットに向かってます。インストラクターの方が2人いて、今から5分ぐらいのフェリーに乗って行って、で、呼吸の仕方とかを教えてくれるらしいです。私たちが使うポンプがそこです。I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer. I'ma get closer to you. 頑張れ、どう。出て。え、知らない。Chibi man. Chibi man. You can test them. Oh, it says it's pickled. Pickled. Yeah. Oh, it's chewy. Oh, it's different. So It has flavor. Yeah. Voilà. ありがとうございます。全部持って。全部。ありがとうございます。ありがとうございます。
とうございます。アイス、おお、あったかい。で今からご飯を食べに行きます。ヒーロ君はちょうどいいタイミングで来ました。What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.今日も最後まで動画のご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。また。